本堂観音堂に面積立花寺は奈良県高市郡アス村にある天台宗の寺院。正式には仏道山上宮公院菩大寺と称し、本尊は聖徳大子、女遺林、観音。立花寺という名は水人天皇の命により不老不死の果物を取りに行った田島守が持ち帰った立花の実を植えたことに由来する。 震災国33カ所第10番札所。立花寺の付近には、聖徳太子が誕生したとされる場所があり、当時は、聖徳太子建立7大事の一つとされている。太子が父陽明天皇の別宮を寺に改めたのが、始まりと伝わる。史実としては、立花寺の創建年代は不明で、日本初期、天武天皇9年4月上に、立花寺に坊失火、もっと、 古墳十福とあるのが、文献上の初見である。考古学的には、当時湿度の古河原のうち、草剣瓦と見られる、福弁蓮華文献丸瓦河は7世紀、大愛四半期に位置づけられ、当時の創建は、この頃と見られる。ただし、この時期の河原の湿度は少なく、本格的な造営が行われたのは7世紀半ば以降と見られる。 立花寺の北側には漢字の河原寺が位置するが、立花寺で土河原に河原寺創建河原との同伴品が見られること、河原寺の河羅中軸線が立花寺北門の中軸線と一致することなどから、創地である河原寺に対する天寺として立花寺が建立されたとする説もある。発掘調査の結果、当初の建物は東を正面として注文等、 近藤、行道が東西に一直線に並ぶ四天王寺式、または山田寺式の伽藍配置だったことが判明している。発掘調査により、行道後の手前に赤列が検出されたことから、回廊が近藤と行道の間で閉じていた可能性があり、その場合は山田寺式伽藍配置となる。ただし、検出された赤列の長さが短いことと、赤列と、 行動跡とが接近していることから、行動の手前を回廊が通っていたか否かは明確でない。8世紀には66もの道具が並び立ち、皇族、貴族の庇護を受けて栄えた立花寺であったが、平安時代後期の旧安四年に50頭が雷で焼失する。しかし、文治年間には三重塔として再建される。室町時代後期の永昇3年、室町幕府完了。 細川正元の家臣、赤沢友常による、東の峰明楽寺攻めの際に立花寺の僧が、赤沢軍に組みしたため、東の峰の首都によって、全山焼き打ちされ、以降衰退していった。それでも、聖徳太子ゆかりの寺としての寺元は保ち続け、源氏元年には、本堂として太子堂が再建された。木造聖徳太子座像連月家の桜、ありがとうございます。